どうも皆さん、こんにちは。こんばんは、ゆうこるです。今回なんですけども、こちら、めちゃくちゃ情報来てるんで、見ていこうと思います。まず、パート1では、とりあえず、パズドラ学園から行こうかな、さすがに。はい。ということで、パズドラ学園やってまいります。まず、パズドラ学園ガチャですね、の前に、ちょっとま、一旦こっち行きましょう。モンスター進化情報と、モンスターの6小生、もちろん本日やってまいります。そして、期間限定の特別レアガチャ、新学期ガチャ、魔法石6個、星6以上、新学期ガチャが登場します。はい。で、まあ、魔法石5個の方は普通にね、星5キャラもピックアップされてて、星6以上の方は星5キャラがピックアップされないという感じになっております。はい。まあ、それだけですね。それだけの違いです。特に他は何も変わりません。で、あとは新学期イベントログインスタンプ実施で、新学期ガチャが合計5回分もらえます。はい。で、あと魔法石も25個。めっちゃいいじゃん。神やん。新学期ガチャ5回と魔法石5回。神じゃん。普通に。何これ。神。で、あとは確定枠です。ビオーネが、3600円確定枠となっております。ってことはバッチ？ソニアが。ソニアが3600円で、ん？何これ？ BGM も、あ、なるほど、どっちも BGM なんですね。ビオーネも BGM、ソニアも BGM で3600円ずつの、販売となっております。高すぎやろ。で、ボルスーンは、多分ダンジョン系のね、奇跡となると思うんですけども、黒メダル2枚と、あとはダンジョン周回で、ボルスーンをゲットすることができて、サツキカンナは進化期ガチャの対象モンスター15体と交換ができるらしいです。はい。という感じですね。ボルスーンは発表された通りだと思います。特に何も変わってないかなと思います。はい。っていう感じですね。うん。で、あとはモンスター購入に、昨夜とパズドラ学園身分証登場です。で、あとはパズドラ学園は、新学期ガチャ3連が開催記念がもらえます。でボルスーン降臨がもちろん降臨です。初クリアで黒メダルが1枚もらえますって感じで、一定確率ドロップするボルスーンの奇跡はボルスーンを交換する際に必要と。で新学期イベントのモンスターをリーダーにするとボルスーンの奇跡がドロップ 100% になりますって感じですね。はい。あとはサツキカンナリーダーで黒メダル1枚、めっちゃいいじゃん。あとはバレリア、キヨ、イーナ、レムーン、ソニアでイベントメダル虹が1枚、ニジピーとか攻撃系でいろいろ報酬が、カーリーとか攻撃系でいろいろ報酬がもらえます。ニジピースパの演奏の曲、ダイドラゴン、スキルチェーン、キングゴールドドラゴンズ、ジョニチのタムダラという感じですね。はい。で、ギアステップは、称号チャレンジが登場します。で、ストーリー男女も来ますという感じですかね。コロシアムは今回ないんですね。だから、ボルスーン降臨がその代わりに実装っていう感じになっております。はい、コロシアムないんで、ボルスーン降臨やりたい人は頑張ってください。で、進化情報先に行きましょうか。まあ、多分特にもう新情報はないと思いますが、強化が入る可能性が一応あるにはあるので、ちょっと一応そこら辺もね、見ていければなと思います。はい。ということで早速、ソニアからですね。まあ、とは言ってもさすがに強化は入ってない。いや、もう入ってますね。攻撃力が25倍に上がってて、リーダースキルに修正がちょっと入ってるかな、ぐらいの感じです。まあ、あとはそんなにですかね、別に。何も、スキブチーム HP。そうですね、あとは変わってないですね。で、まあ武器は相変わらずぶっ壊れのとんでもない武器という感じになっております。はい。リーダースキルの攻撃倍率が24倍から25倍に上がったぐらいの感じです。もう美容なんて見る必要ないですしょ。こんなん修正入ってたらバグじゃんだってね。まあ全く変わってないですね、当然ながら。まあ美容ならサブ性能結構やばそうなんで楽しそうだけど。はい。でカミラ修正入ってるかもしれないからね、一応見とくか。入ってるわけないですね。スキブプラス10強プラスダンボ全パラ強化と。普通に書いてることめっちゃ強いなっていう感じになってます。今後やしゃめようです。これも特に強化入ってないと思います。はい。リーダースケートの上限値が60億と。で神攻撃タイプの攻撃力が2倍となっております。はい。っていう感じですね。でサツキカンナです。ちょっとこれはワンチャン修正入る可能性もあるんじゃないかなちょっと思ってはいるんですけども、まあ見ていきましょうか。はい。まずはこちら、進化前から覚醒は全く変わってなくて、超覚醒も変わってない。スキルはやっぱ変わってますね。スキルが2ターンの間上限60億になってますね。もともと50億だったのが60億になって、指2倍、6解除生成、スキル進化と。2段階目の方は変わってないって感じになっております。まあ一応上限解放が60億になって少しは使いやすくなったかなぐらいの感じですかね。リーダースキルとは一切、リーダースキルも攻撃倍率が13倍から14倍に上がってますね。まあそれぐらいで強化が入っております。はい。ボルスーンはまあさすがに変わってないと思うけど、4色攻撃と5色攻撃が選べるって感じになっております。はい。でレムーに関しても修正は何も入ってないですね、さすがに。っていう感じが、今回の、新キャラ情報でした。さあここから既存キャラ見ていこうと思います。いきましょう。
まずはレムーからです。バインドスキビオン封印暗闇無効感5個持ちです。はい、超惑星冬持ってます。無効感プラス持ってます。スキルは5ターン5属性ルーレット1個生成に1ターンの間全員の攻撃力が 1.5倍、上限60億が5ターンです。1ターンだけか、なるほどね。リーダースキルエビ13秒固定で火の6個消しで攻撃力が35倍、固定1000万火の HP が 4.8 倍です。まあ一応ルーレットでは使えます。はい、レム武器悪魔タイプ追加封印無効感操作負荷バインド回復プラス回復ドロキョウ持ちです。回復ドロキョウ増えましたね。で3ターンチェーンは変わらず12ターンで使えるのと、あとは76マス拡張と全76マス拡張が増えたって感じですかね。はい、レム武器もう1個です。火属性追加無効感チーム回復火ドロキョウプラスにチーム回復3つ持ちとなって回復もれるようになりました。リクーディスティルは10強プラス LG4 つ持ちで超惑星10強持ってます。スキルは1ターン76マスに回復ドラゴンタイプの攻撃3倍、6回上5食人が5ターンです。はい、一応76マスが5ターンで使えるという感じですね。リーダースキルは HP1.1 倍激減になってて4コンボ加算と4色同時で35倍攻撃になってます。はい、リクー武器バインドドラゴン、ごめんなさい、バインド毒耐性プラスヒドロ強烈に3色攻撃持ちです。ディスティル武器バインドお邪魔プラス光ドロ強烈に50倍強化持ちです。はい、 GS シールフは発表された通りの強化ですね。特に他は調整入ってません。なんかギアステップ系統が一番微妙な強化なんだよね。すごい使えそうで使えなさそうな微妙なラインになってるイメージがある。 GS のこっち、武器ですね、バインド無効感封印雲耐性と雲耐性が増えておりますっていう感じです。さあ、昨夜もいいだろ、別に見なくても、まあ、一応覚醒がお邪魔プラス暗闇プラス毒プラスになっててリーダースキルが 78% 減になっております。あ、でも操作負荷耐性もあるんですね。耐性要因としてはすごそう。昨夜武器封印2つにお邪魔耐性プラスになってます。はい、ウルカ、まあ、10強4つになって軽く少し上がりました。スキルは6解除し 6色陣3ターン属性吸収無効強化ドロップ100ファミザメが10ターンですという感じですね。一応超惑星5色攻撃持ってます。はい、ウルカ、クモ、エルジュ2つにお邪魔プラス持ちです。イシス10強4つになってて軽く出るになってますぐらいの感じです。こっちも10強4つに2位4つになって軽く出せるになってます。地味に強そうだね。10強4つ強4つの軽くに覚醒、回復力 HP 回復にキスネバイの覚醒無効5ターン回復が3ターンと、結構イシスはまあ悪くはなさそうだけど。でこっちのイシスです。スキルは変わらず回復ドロキョウ4つに3色攻撃プラスに十字プラスになってます。回復漏れるになったって感じ。指数機何が増えたの。回復ドロキョウが増えました。お、マネージャーチーリン、バインド指2つ十字プラス10強3つ3色プラス無効感プラスと、でスキルは1ターンの間上限70億に6解除し水木光を9個ずつ生成、消せないドロップ全回復が3ターンです。リーダースキルは3色同時で 65% 軽減、高校コンボ加算、ドロップ焦げしてダメージ軽減、攻撃力が35倍となってます。まあ、一応強化をもらえたけど、まあまあまあ強くはないんじゃない、さすがに。まあ、強化をもらえたぐらいの感じで、チーリン武器はチーム HP2 個になってます。 GS シアートもまあ変わってないでしょう。これもね、発表された通りの強化ですね。 GS シアート武器スキブプラスになりましたという感じです。はい、次貴族星、お、学園バレリアどう。お、スキブ11になりました。いいね。学園バレリア、スキブ11個になって、使えるようになったって感じ。いいっすね、スキブ11は。毎年この時期に強化来るからね、バレリアは。スキブ1個増える強化が。スキルは3ターン、指回復全員の攻撃2倍に、ランダムトラリフが7ターンになってます。ぐらいの感じです。一応リーダースキル HP2.4 倍に、光の攻撃回復4倍、7コンボ以上ダメージ半減、攻撃9倍になってます。はい。バレリア武器。スキブプラスチーム HP3 種耐性1個ずつに7強 HP 強化です。はい、バレリア武器もう1個、キコンボ強化プラスキドロ強烈 LG プラス指チーム HP に攻撃強化もしなっております。はい、で水バレリアバインドスキブ封印クラインプラス無効感プラス7強6個に LG プラス持ちです。スキルは1ターン落ちこなし水ドロップ少し落ちやすくなる、指回復2倍、ドロリフが4ターンです。はい、リーダースキルは76マスで10コンボ以上ダメージ半減、水焦げしダメージ半減、攻撃24倍となっております。はい、っていう感じですね。まあ一応強くはなったけど使うかどうかって言われたら、まああんまり使い道は思い浮かばんからそんなには使わなさそう。水バレリアはスキブプラスが増えました。いいですね。十字チーム回復3つ、スキブプラス持ち武器。あ、そこ火のバレリアもあるのか。10強4つに十字プラスになってます。はい、超惑星の7強プラス持ってくれてます。武器はお邪魔スキフイン1人強4つに TJ が増えてます。カーリーです。暗闇耐性プラスが増えて、スキルは5ターン自分の攻撃が5倍、
上限5億6会場6食事になってます。あとまあ一応5食攻撃も4つになってますね。はい、リーダースキルは4食 78% 軽減、攻撃7倍、木の4攻撃攻撃5倍、固定1ダメージと。はい、こっちの代わりバインドスキーブロック封印指2つ10強4つ持ちです。はい、こちらも超惑星10強5個持ちになっててちょっと使いやすくなりました。狩り武器指延長2個になってます。よく股間5個になって軽く上がって、スキルは6解除2食時に消せないバインド覚醒無効 HP 全角が8ターンになってます。はい、ドットヨーグスキビオン無効管4つに神キラー2つの悪魔キラー、無効管4つになってるんですね。で、まあ、スキルも7ターンになったって感じです。はい、ヨグ武器暗闇耐性プラスお邪魔耐性プラス L 字チーム HP って感じになってます。アテナ2ウェイ4つ10強4つにスキブ封印2つ、亀裂3つバインド持ちになってます。はい、一応軽く出せるかなぐらいの感じで、こっちは超つなげし2個は変わらずで、何が増えたの、あ、亀裂6個になってますね。はい、あと全パラ強化増えてます。で、アテナこれ2ウェイ4つスキブ6個に封印10強プラス亀裂3つバインド持ちになってます。アテナ2ウェイ8個スキブ封印7強プラスになってますね。はい、アテナ武器悪魔キラーが増えてます。アテナ武器こっちは気候無強化プラス4つになってます。気候無強化プラス2つになってます。エスティア回復努力を6個に回復努力を8個持ち、お、回復努力を8個で回復結構爆盛りできるようになりました。はい、エスティア武器 50% 以上強化が1個増えました。いいね。エリカです。7強がまとまって L 字4つになりました。すごいね。10強プラスになったりしてます。スキルは2ターンチェーン10ターンドロップが6で落ちてくる、消せない場合に覚醒無効全回復が8ターンになっております。はい、エリカ武器チーム HP プラスが増えました。で、ファミエルです。10強2つに 2V4 つに L 字プラスになってます。スキルは消せない場合の覚醒無効全回復6解除3色生成が、5ターンとなっております。はい、まあ、一応全パラ強化増えてますと。ファミエル武器は、2A プラスになっていて、こっちは、回復努力を増えてます。 JS のチャラスは発表されたとおりの強化って感じ。 77% 軽減がちょっと痛いね。JS のチャラス武器7強プラスまとまってスキブと亀裂3つが増えました。バズダル学園はなんだマルチブーストが増えてますね。はい、という感じです。さあ次光いきましょう。光です。キヨ10強4つにまとまってドラゴンキラー2つですね。まあ、10強4つドラゴンキラー2つなんで火力はかなり高め。スキルは上限50億にダメージ無効貫通6解除3色生成が3ターンで使えるようになってます。リーダースキルは光の攻撃回復3倍、9コンボ以上で攻撃10倍、光水通しで 77% 軽減、3コンボ加算となっております。はい、キヨ武器ドラゴンキラーチーム HP2 つチーム回復スキブ攻撃強化持ちになってます。いいね。これは聖な武器の代用とかで使えそう。キヨ武器もう1個指延長3つ持ちになってます。はい、という感じですね。バインド11ドラゴンキラー指延長3つ持ちになってます。で、こっち闇のキヨです。バインドスキップ封印2つ10強2つ10時4つガドブレになってますぐらいの感じかな。そんな強くはなさそう。スキルは1ターンスキル使用負荷の代わりにダメージ無効貫通ダブル吸収無効3コンボ加算が5ターンです。いいね。3種耐性が5ターンは結構面白いね。で、キヨ武器です。指2つ雲毒プラスに無効貫って感じになってます。はい、火のキヨバインドスキップ封印10強3つ10時プラス火ドル強4つ持ちです。スキルはダメージ無効貫通自分の攻撃が2倍、上限70億6解除し3色生成が3個ずつ生成が4ターンとなっております。はい、リーダースキルは指12秒固定でドラゴンタイプの全パラ 4.5倍、火の攻撃1個につき攻撃3倍、固定300万となっております。キヨ武器チーム HP3 つチーム回復10時になっていてチーム HP3 つ持ちで使えるようになってます。ルシファー、まあ、冬がついてちょっと火力出るようになりましただけ。武器は L 字プラスになってます。はい、アマテラスオオカミです。10強プラスになってちょっと火力上がりましたぐらい。スキルは3色陣、消せない場合の覚醒無効全開から6ターンとなっております。はい、でも一応全パラ強化増えてます。アマテラス武器スキブチーム回復4つ雲耐性とチーム回復4つ持ちになりました。アボロン無効貫プラス10強3つでスキルは2ターンダブル吸収無効6回3色陣が6ターンです。はい、まあ、6ターンで使えるのは偉い。アポロン武器スキブプラス増えてます。ロッタロッタ10強2個無効貫4つ持ちになってます。はい、軽く上がりました。ロッタロッタお邪魔まとまってチーム HP 増えました。バズラ学園武器なんだマルチブースが増えましたね。デイトナこれも発表された通りですね。はい、まあ、一応ダブル吸収無効指回復自身光の攻撃2倍が4ターンで使えますくらいの感じです。はい、武器もスキーププラスになってます。終わり。さあラスト闇です。お、学園いいな昔強かったからな。いいな、
まず10強が増えました。10強が増えて、超惑星も10強もともとあるので、ちょっと軽く出るようになったかな。スキルは指が 1.5 倍、ロック解除し、キー回復を、あ、ごめんなさい、闇回復4個生成が2ターンで使えます。はい、リーダースキルも 77% 軽減になったんで、ブラックさんあるかないな。稲吹です。スキブ2個お邪魔プラスチーム HP 闇努力4つに攻撃強化持ちです。はい、まあ、スキブ2個になってちょっと使いやすくなりましたかね。3ターンヘイスト持ちのスキブ2個武器なんで、さすがに貴重っすね。はい、稲吹こっちは、毒がまとまって回復努力をチーム HP2 つチーム回復が増えております。はい、水稲回復努力を6個になりました。これでちょっと使いやすくなったね。でスキルは指回復力2倍にロック解除、水闇回復4個ずつ生成全努力強化3ターンですという感じ。ロック解除も増えたのは結構いいですね。まあ水稲ちょっとは使いやすくなってるなっていう感じはする。リーダースキルは回復タイプの HP2.5 倍に回復2コンボダメージ半減となっております。はい、という感じです。いな、2A プラス封印2つ、水ドロキョ闇ドロキョに創作化体制になってます。はい、オロチです。 2A4 つに10強プラススキビオン、封印2つ指がドベル持ちになってます。はい、覚醒が強くなっただけだけどちょっと強化もらえてて、こっちのオロチはリーダースキルが強化入ってますぐらい。オロチ武器スキブクライミプラスお邪魔プラスの4ターンチェーン武器になってます。まあギアステップも発表された通りの強化ですね。発表された通りの強化もらっております。はい、ギアステップが一番な、まあまああれだから懐かしいな。スキブ2個に5色攻撃に指延長になってます。普通にそれは強い。徳川です。なんだ、10強が増えて火力出せるようになっております。はい、落ちこなし無効貫通上限60解放がつきました。リーダースキルも 77% 軽減になっております。家康武器倍の耐性がついて少し使いやすくなっております。はい、僕こっち闇コム強化プラスと闇列3つ闇ドロ強プラスになっております。はい、ちょっと強くなったねぐらい。GS プレーナです。うわ、三属性つかないんだ。まあ上限6条解放になったっすけど三属性つかないんすね。まあ赤座でいいやん。じゃあ GS マジクソだな強化で。スキーブプラスつきましたという感じでした。まあそうね、パズサラ学園はまあ既存キャンはそんなに強いキャラはいないかな。まあただ稲とかはね、さすがにね、まあやれるようになってますし、まあ稲吹は特にめっちゃ強いね。これはさすがに強い。スキーブ2個の3ターンエースとかは偉いんで。でまあ、あとまあ徳川も一応強いけど、まあ今結局闇の超つなげしキャラがいないんで、まあそれが出てからかな、話に上がるのは。でまあ GS は全体的に強化微妙だったね。正直 GS 系はあんまりだった。まあ清とかは一応使えるかなぐらいの感じ。闇清も面白いしね。5ターントリプル無効3コム加算なんでとかですかね。まああと一応アポロンも6ターンで2ターンダブル吸収無効を使えるようになってますけど、まあ所詮これ使えるようになっているところで強いかどうかは何とも言えん。まあノバとかにぶち込めるって考えたら、あ、ノバにぶち込むの、え、ノバにぶち込んだら結構面白そうじゃない。あ、それだけめっちゃやれそうね。まああとはまあ当然学園バレリアスキブ11とかですかね。はい、まあという感じでした。まあやっぱ基本的にでもパズドラ学園はやっぱり新キャラがメインなんで、本当に新キャラ引けるかどうかのガチャですね。まあぜひ引きに行こうと思ってる人は頑張ってみてください。このクソみたいなピックアップの中を一点狙いで頑張ってみてもらえればなと思います。じゃあ今回の動画終わりになります。チャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。